よっ、ここでお前に会うとはな。今日は運がいい。どうだ、冒険は順調か。キャサリンさんのところへは依頼を受けに来たのか。またワクワクするような冒険を始めようとしてるんだな。俺はベネット、どこにでもいるモンドの冒険者さ。ああ、つい強引に話しかけてしまった。悪い悪い。お前のことは前々から気になってたから、あえて嬉しかったんだ。実を言うと少し緊張もしてる。もちろん神秘的な異教の旅人、風流の災いを収めた勇士、そして冒険団の団長、どの肩書きも羨ましいぜ。ああ、冒険者の間ではもう広まってるぜ、お前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが、大事件が起こると必ず現れるだろう。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。だって主人公みたいじゃないか。それに俺は運が悪くて冴えないし、自分の冒険団だって。おっと、なんでもない。気になる人の前で何をメソメソしてんだ。俺はもっと有意義なことを話さないと。あのさ、もしよかったらだけど、後で冒険に行くんだったら俺もついて行っていいか。お前は知らないかもしれないけど、俺ってすごく運が悪いんだ。一緒に冒険したら悪い運がお前にまで影響して冒険を台無しにしちまう。お前に迷惑はかけたくない。だから横で見てるだけでいい。それだけでいいんだ。他のこと？ああ、そうだな、一緒に話すことができるだけで十分だし、冒険はまあいいか。じゃあ何をするか。普段の俺は冒険以外だと親父たちの世話をしてるだけだから、何をしたらいいか全く思いつかないな。頼む、お前とだったら何やっても楽しそうだしな。あー、でも俺って運が悪いから楽しくないことも起こるかもしれないけど。よかった、やっぱりやめるとか言われるんじゃないかと心配したぜ。で、どこに行くんだ。おお、それもいいな。ちょうど冒険に必要な物資を買わないといけなかったんだ。ああ悪い、また自分の冒険のことばかり。本当か？そうだよな、お前も立派な冒険者だもんな。じゃあ最初は記念品ショップに行こうぜ。栄光の風はモンド育ちの俺にとって馴染み深くて、店の名前も気に入ってるんだ。よし、早速行こうぜ。マージョリーさん。あら、ベネット、お久しぶりですね。また私が聞いたことない場所へと冒険に出ているのかと思ってました。違うよ、ただ外で厄介なことにあって何日か帰ってこれなかっただけだ。あなたらしいですね。それで今日は何を買いに。おい、友達と一緒に来たんだけど、この前予約したものがどうなったのか気になって。ヘルマン特製冒険地図のことですね。そう、大冒険者ヘルマンが直々に書き、様々な冒険の場所を記した冒険地図。その手には入ったのですが、運ばれる途中で荷車が水の中に落ちてしまって、他の商品は無事だったのですが、あの冒険地図は墨で描かれていたので水で滲んでしまい。そんな、なんてことだ。
もうすぐ手に入ると思ってずっと期待してたのに。じゃあ錬金学者のゴーグルはあるか？錬金術師用の新しいゴーグルがあるって聞いたんだ。ずっと新しいのに変えたいと思ってたんだよ。かけるだけで元素を見分けられて、些細な元素痕跡も捉えることができるらしい。あなたの言うその錬金学者のゴーグルはただの噂なんです。錬金学者のティマイオスさんとそのことについて話したのですが、そんな便利なものは存在しないみたいですよ。え、そんな、結局こうなるのか。じゃあスライムのゲル手袋はさすがにあるだろう。他の冒険者が使ってるのを見たぜ。どんな天気でも岩壁をしっかりつかめて登れる滑らない手袋、あるにはあるのですが、ちょうど昨日売り切れました。人気商品ですので。大丈夫、買いたいものが買えなかっただけじゃないか。別にいつものことさ。そうお前まで落ち込むなって。次は鹿狩りに行かないか？もちろん俺のおごりで。たくさん話してお腹も空いただろう。ほら行こうぜ。サラさん、こんにちは。二人分の席は空いてるか？ごめんなさい、今日はお二人への対応はできないかもしれません。え、そんな、誰もいないように見えるけど。その、ちょうどお二人が来る少し前に予約が入りまして、ゲーテホテルにいるスネージナヤの使節団が料理を出してほしいそうなんです。ですので席は空いていますが、厨房は今大忙しで。ああ、本当に無茶な注文です。しかしあんなにお代をいただいては。あいつらとはあまり関わったことがないんだよな。ただ血気盛んで気性の荒い奴らだってことだけは知ってる。まあ仕方ないか。じゃあ次はモンドショップに行ってみよう。日常で使える冒険物資が買えるんだ。どうだ、興味あるだろ。行こうぜ。冒険者協会に依頼を出そうかしら。あれ、おかしいな、ブランシュさんがいないなんて珍しい。告知板に何か書いてないか見てみようぜ。おい、嘘だろ、割引サービスだって。でもこんな幸運なことに出くわすなんて。こんなに運が良かったのは初めてだ。お前が一緒にいてくれたおかげだよな。運がいい人といるとやっぱり違うぜ。でもこんなにいいことがあってもブランシュさんがいなきゃ意味ないよな。少しここで待ってみるか。ブランシュさんが帰ってきたらとことん買ってやろう。めったにないチャンスだからな。ましてや俺みたいなやつにとっては。ブランシュさん遅いな。何か急ぎの用事でもあるのかな。ブランシュさんがいないのなんてあまり見たことないけど。おいおい、そうしょげるなって。特売日なんだぞ。今日は運がいいに違いない。辛抱も冒険者にとっては必要不可欠な要素だ。焦らない焦らない。もしかしてブランシュさんに何かあったんじゃないか。心配だ。セールも大事だけどブランシュさんの安全の方がもっと大事だ。あまりにも遅いから不吉なことを考えてしまったな。落ち着け。俺が言うのもなんだけど諦めるしかないのか。ブランシュさん多分しばらく帰ってこないよな。やっぱり自分の運を過大評価しすぎてたみたいだ。そうだよな、そんなに悲しむ必要はないよな。あら、お二人さん、
もしかして私を待ってたんですか？ブランシュさん、やっと帰ってきた。ずっと待ってたよ。だいぶ遅いから心配したぜ。何かあったのか？いえ、ただ家のことで少し。お気遣いありがとうございます。でもどうしてここで私を？本日は天休日だっていうお知らせを貼っていたと思うのですが。天休日だって？いやいや、そんなの貼られてなかったぞ。それに今日はセールじゃないのか？だからずっと待ってたんだけど。ちょっと見てみますね。おかしいですね。天休日の告知を誰かに剥がされてしまったんでしょうか。それか風に飛ばされてしまったのかもしれません。あなたたちが見たセールは昨日のものなんです。ごめんなさいね。え？ありがとう。大丈夫、分かってたことだから。本当にすまない。今日一日お前の時間を無駄にした。何をやってもやっぱり不運な体質からは逃げられないんだな。もう時間も遅いし、これ以上俺と一緒にいても何もできないだろう。今日はここで別れよう。今度はまた。あ、もちろんお前が嫌じゃなかったらだけど。よっ、ここでお前に。どうだ、冒険は順調？またワクワクするような冒険を。ああ、つい強引に話しかけてしまった。悪い悪い。お前のことは前々から気になってたから。あえて。もちろん神秘的な異教の。どの肩書きも羨ましいぜ。ああ、冒険。毎日何気ない依頼をこなしているように。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。それに俺は運が。おっと、なんでもない。あのさ、もしよかった、後で冒険に行くんだったら俺もついていって。お前は知らない。一緒に冒険したら悪いよ。お前に迷惑はかけたくない。え、他のこと？ああ、そうだな。じゃあ何をするか。普段の俺は冒険以外、何をしたらいいかも。頼む、お前とだ。あ、でも俺って楽しくないことも起こる。本当か？俺みたいなやつに期待してくれるなんて。やっぱり噂通りお前はいいやつだな。道理で他の人が惹かれるわけだ。で、どこに行くんだ？いい案だな。俺は城内より城の外の方が詳しいんだ。特にモンド付近はな。まあ冒険者協会の情報部にいるフィッシュルにはかなわないけど。そうだ、タンポポがたくさん生えてる草原を知ってるんだ。すごく綺麗だぞ。モンドのいいところが詰まってる場所なんだ。行ってみないか？よかった。嫌いだったらどうしようかと。じゃあ出発しようぜ。前はこんなんじゃなかったのに。タン
ポポの綿毛が全部なくなってる。風に吹かれたのか、それとも誰かが。はあ、本当にごめん。こんなに遠くまで来てもらったのに。本当か、俺を気遣って言ったんじゃないよな。優しいんだな。じゃあもうここにいる意味もないな。少しこの辺りを探索してみようぜ。何か面白いものが見つかるかもしれない。おい見ろよ、魔物の拠点があるぞ。宝箱もたくさんあるし、魔物の見張りもいない。俺は体を動かしたかったのに、魔物が全然いないなんておかしい。こんなに運がいいことなんてめったにないんだ。きっとお前がそばにいてくれたおかげだな。じゃあ行ってみようぜ。宝箱の中身は何だろうな。ここの宝箱ほぼ空っぽだぞ。いいものも入ってなさそう。これだけか、がっかり。ふう、全部開けたよな。なんか問題でもあったか？こんなに収穫があったんだから嬉しいはずだろ？なんでそんなに落ち込んでるんだ？ん？宝箱ってそういうもんだろ？モラがちょっとだけ入ってるか、たまにキャベツとか大根とかが入ってるくらいじゃないのか？モラがあって食材もあれば、俺はそれで満足さ。お前の言う武器や生物や他の宝物って超レアなものだろ？俺はそんなの命を落とすかもしれない危険な場所でしか見たことがないぜ。だろ？だからもうこれ以上求めてもしょうがない。散歩を続けようぜ。じゃないと魔物が帰ってきちまうかもしれない。ほら行こうぜ。本当にいい場所だな。風が気持ちいい。心が安らぐぜ。俺は長いこと一人で冒険してきた。こうして誰かと一緒に過ごすのはすっごく懐かしくて楽しいんだ。ああでも別に寂しくはないからな。冒険してない時も親父たちが一緒にいてくれてるし。そうだ、親父たちのことは話してなかったよな。みんなすごい冒険者たちなんだ。数々の武勇伝をたくさん持ってる。まだ赤ちゃんだった俺を危険な場所から救い出してくれて、大きくなるまで育ててくれた。今はもうみんな年を取ってほとんど歩けないから、今度は俺が世話をする番なんだ。機会があったら親父たちに会わせてやりたいな。親父たちの武勇伝は面白いから、きっとお前も楽しめると思うぞ。ああ、俺の冒険に関する知識はほとんど親父たちから教わったんだ。すごいんだぜ。そういえば風の翼は持ってたよな。今日は天気も風速もちょうどいい。風の翼で遊ぼうぜ。お？あ、ごめん、さすがに俺も驚いた。まさかこんなことがあるなんて。どうやら諦めるしかないみたいだ。他のことをやろう。ベーネ
ッド、ここにいたのか。お、ジャックじゃないか。俺を探しに来たのか。何があった？今日は湿気が多かったからか、教会にいる年寄りの冒険者たちの理由待ちがまた発症してな。親父たちのことか。それはやばい、早く世話しに戻らないと。ああ、みんな世話を焼いてくれる。君の名前を呼んでるよ。わかった、すぐ帰る。ありがとう。お前一人を残して帰ることになってごめん。早く行こう、みんな君を待ってる。わかった、じゃあ俺は先に行くよ。今度うまいもんごちそうするから。じゃあ。ベネットが帰ったら。いざ。よっ、ここでどうだ。僕またワクワクするような。ああ、ついお前のことは前々から気に。もちろん、どの肩書きも。ああ、僕毎日何気ない依頼をこなしているように。とにかく、それに俺は。おっと、なんでもない。あのさ、後で冒険に行くんだったら一緒に冒険したらお前に迷惑はかけ。本当か？俺の聞き間違いじゃないよな。お前と一緒に冒険ができるってことだよな。こんなチャンスが巡ってくるなんて夢にも思わなかったぜ。そう言われると照れるなすごく嬉しいぜ。そうだ、せっかくだし、さっき手に入れた情報を教えてやるよ。俺の友達のフィッシュルが最近神秘的で危険に満ちた遺跡を発見したらしい。その難易度は冒険依頼で言うと B ランクから A ランクの間なんだ。このレベルの依頼は普段の俺なら引き受けない。何せ俺の運じゃ自分の実力より低いレベルの依頼じゃないと安定して達成できないからなでも今回はお前もいるならこれくらいの依頼は朝飯前だろ。おいおい、教会はそんな違法な依頼は出さない。遺跡は危険だけど、その代価として相応の宝が眠ってる。もう待ちきれないぜ。そうだ、一つ聞いておきたいんだが、冒険の前は食べ物を準備する派か。お、やっぱりお前の実力ならそんなこと考えなくてもいいんだな。さすがだ。じゃあ早速出発しようぜ。ここは思ってたより普通だな。想像してた危ない雰囲気とは全く違う。もしかしてお前がそばにいるから安心感が増したのかなもうお宝の気配を感じるぜ。早く先に進もう。
この部屋どうやら仕掛けがあるみたいだ。あそこに左右一つずつある装置が関係してるっぽいな。でも装置の横、見るからに危ないものが潜んでそうだぜ。長年の冒険経験から察するに、あの装置の起動方法を間違えたらひどい結果が待ってそうだ。俺が先に試してみるか。俺一人でも大丈夫だけど。いや、やっぱりお前の意見に従おう。お前はどうすればいいと思う？そうか、それも確かにありえそうだな。うん、じゃあやってみようぜ。俺は右のやつをやるから左のは任せた。装置の前に行って準備できたら一緒に起動させよう。おお、前の扉が開いたぞ。正しかったみたいだ。やっぱりお前の言う通りにしてよかったぜ。さすがだな。俺、友達と一緒に何かをやり遂げたのは久しぶりだ。この感じ懐かしいぜ。さあ先に進もう。あ、この部屋装置が4つあるぞ。ってことは俺もそう思った。前の部屋で得た経験によれば4人同時に装置を起動する必要があるってことだよな。くそ、ベニー冒険団が解散してなかったら。認めたくないけど事実上消滅したよ。キャサリンさんの計らいでベニー冒険団って名前はまだ登録されてるけど、冒険団の人数はもうとっくに登録基準を下回ってる。そうなんだ。ロイス、ヘッケラ、ジャック、以前はみんなベニー冒険団の団員だったけど、俺の体質のせいでいろいろなことが起きた。あいつらが冒険団を辞めるのも仕方ないことなんだ。俺もあいつらには面倒をかけたくなかったしな。まあ最初はすごく落ち込んだけど、今はもう大丈夫だ。ベニー冒険団が俺一人だけになってもいつか必ずテイワット中にその名を轟かせてみせるぜ。ありがとう。さてそろそろ装置の話に戻そう。悪いな、冒険団のことを思い出して少し感傷的になってた。改めて冷静に考えてみると、俺たちが思ってた装置の解き方は先入観によるものかもしれない。ああ、俺は装置を調べてみるから、お前は手がかりを探してくれ。ここは何もないみたいだな。すごく埃っぽいぞ。きっと長い間誰も来てないんだ。あれ、ここにノートがあるぞ。ベネットのところに持っていこう。冒険者のノート？どうしてこんなところに？もしかしたら装置を解く手がかりなのかも。一緒に見てみようぜ。やっぱり装置に関することが書いてある。このノートに書かれた文字からも悔しさがすごく伝わってくるぜ。希望を他の冒険者に託したんだ。俺たちが彼らを失望させるわけにはいかない。ノートによれば扉のそばにある装置には必ず一人いる必要がある。でも装置の起動順序を間違えるとその装置のそばにいる人が。ぎ、そこまでじゃないだろう。ノートには
エリックは持たなかったって書いてある。少なくとも持つチャンスはあるってことだろ。何はともあれ俺がその役を引き受けよう。大丈夫大丈夫、こんな体質だから傷を負うことなんか日常茶飯事だ。怪我には慣れてるから問題ない。少なくともノートに書かれてたエリックっていう人よりは耐えられるかもな。それに俺はお前を信じてる。お前ならきっと装置を解いてくれる。なんたって俺が見込んだ大冒険者なんだから。さあさあ早く装置を解く方法を見つけようぜ。ノートによれば松明の数は装置を解く順序とは関係ない。松明の床の位置が順序と関係しているのかもしれない。俺が怪我するかもとかは考えるな。プレッシャーに負けるなよ。自分の心に従って迷わずやればいい。装置が溶けた。俺は何もしてない。お前のおかげだ。早く宝箱を開けようぜ。もう待ちきれない。収穫だぜ。これが冒険者なら誰もが認める一番誇らしい瞬間ってやつか。それに宝箱だけじゃなくてお前と一緒に冒険できたこと自体が俺にとっては宝物だ。本当か？それは光栄だ。あともう一つ気になってたことがあるんだが、今回の冒険不運なことが一つも起こらなかった。こんなの初めてだぜ。なんか奥が深いな。でもお前が言わんとしていることはわかるぜ。どんなに運が悪くてもいい時もあるってことだろ。確かにこの経験は俺に大事なことを教えてくれた。それになんとなく感じるんだ、お前の優しさと俺に対する善意が俺の不運を払ってくれたって。言葉にすると照れるな。とにかく本当にありがとう。またこうして一緒に冒険しようぜ。ここは思って、もしかしてもうお宝のけ。この部屋、あそこに。でも装置の横、長年の冒険経験、俺が先に試してみるか。へい、任せろ。ああでもお前も知ってる通り俺は絶望的に運が悪い。だからこの2つの装置どっちを起動させるかお前が決めてくれないか。
俺は左だと思うんだけどな。でもだからこそ右っていうことか。どれどれ。今の音は。しまった、全ての出口が塞がれた。もしかして間違ってたのか。もう終わりだ。行くぞ。よっ、どうだ、また俺はベッ、ああお前のこともちろんどの肩書きも、ああ毎日とにかく、それに俺は運が、おっと、なんでもない。あのさ、後で一緒に冒険、お前に迷惑はか、ああそうだ、じゃあ何をする、普段の俺は、頼む、お前と、あーでも楽しくないことも起こるかもしれ、おう分かった。まあ俺がコントロールできることでもないけど。でどこに行くんだ。いい案、俺は城内より城の外、まあ冒険者協会、そうだモンドの、おう、がっかりさせないように、じゃあ出発し、よっ、どうだ冒険、またワクワクするような冒険を、ああつい、お前のことは前々から気になってたから、もちろんどの肩書きも、ああ冒険、毎日何気ない、とにかく、それに俺は、おっと、なんでもない。あのさ、後で冒険に行くんだったら一緒に冒険したらお前に迷惑はかけ、本当か、お前と一緒にこんなチャンスが巡る、そう謙遜するなって。お前が成し遂げた数々の偉業を俺は全部知ってるんだぜ。冒険者協会からも高い評価を受けてる。そうだ、せっかくだし、さっき手に入れた情報を教えてやるよ。俺の友達のフィッシュルが、その難易度は冒険、このレベルの依頼は普段の、何せ俺の運じゃ。でも今回はお前もいるなら、これくらいの依頼は朝飯前だろ。当たり前だ、俺の中じゃ風魔竜を倒したお前はもうサイリス会長と同じ立ち位置にいるんだぞ。遺跡は危険だけど、その代価として相応の宝が眠ってる。もう待ちきれないぜ。そうだ、一つ聞いておきたいんだが、冒険の前はた、おお、慎重なタイプなんだな。さすがだ、お前と一緒にいると学べることが多いな。それならお前の言う通りに料理の準備をしよう。ああそうだ、最近そこそこいける料理を作ったんだ。まあすっごい美味しいとまではいかないが、冒険にはぴったりだと思うぜ。だからここは俺に任せてくれ。いいな、それ、仲間と一緒に協力して作るなんて久しぶりだぜ。この料理に必要なのはミントを一つ、大根を一つ、それとスライムの液体を一つだ。覚えたか。じゃあ俺は先に鹿狩りの調理場で待ってるから、集め終わったら来いよ。どれにしようかな。こんなに早く収集できたのか、本当にすごいな。お疲れさん。
よし、食材は揃った。あとは任せろ、料理は得意なんだ。できた。食材を入れる順番はあまり覚えてなかったけど、まあいいか。今包むからお前が持っててくれ。まずは遺跡に行こう。大丈夫だろう、多分俺が初めて作った時と同じように作ったから。うん、きっと大丈夫なはず。食料も用意したし、未知の遺跡に向かって出発しようぜ。ここは思ってたより普通だな。想像してた危ない雰囲気とは全く違う。もしかしてお前がそばにいるから安心感が増したのかな。よく見たら前の扉、あの装置が次の扉を開ける装置じゃないか。だよな、俺もそう思ってたんだ。じゃああの装置、俺が触ってみるぜ。やっぱりな。あ、本当だ。そういえば真の冒険者は前に進む道だけじゃなく後退する時の道も確保することが大事だって親父たちにいつも言われてたな。もう一回操作してみよう。あれ、動かない。まあ現状は確かにそうだ。でも落ち込むことはない。こんなのいつものことさ、諦めなければなんとかなる。くそ、どういうことだ。おい、今の聞こえたか。さっき開いた扉の向こうから声がしたぞ。まさか俺らの他にもこの遺跡に人がいるのか。早く行ってみよう。見ろ、服装からして冒険者みたいだぞ。こんにちは、冒険者さん。俺たちもベネット、ロイス、お前だったのか。なんてことだ、こんな、こんな。またお前に会えて嬉しいよ。最近調子はどうだ。俺はずっとお前たちのことが気になって。こんなに運が悪いなんて、どうしてよりによってお前とここで会うんだ。苦労して扉を開けたっていうのになぜか急に閉まるし。それは多分俺が装置を操作したから。そうだろうな、分かってたさ。お前を見た瞬間全部分かったよ。お前がいるだけで冒険がうまくいかないんだよ。ああもう今日は最悪な日だ。誰だお前、ベネットと組むなんて何考えてんだ。喧嘩しない喧嘩しない。紹介するよ、ロイスはベニー冒険団の元団員で俺の友達なんだ。友達。俺は何も言わずに冒険団を辞めたっていうのに俺を友達だなんて。まあいい、さっきは少しカッとなった、悪い。でも実際俺のせいだから。だけど当時は本当に耐えられなかったんだ。
もともと順調だった冒険も、お前の冒険団に入ってから歩けば転ぶわ、雷には打たれるわ、挙句の果てに遺跡も崩れるわなんてことが後を絶たなかった。もう完全に偶然なんかでごまかせるものじゃなかったんだよ。それに最後の一回は突然現れた意味不明な爆弾で左足を怪我したんだぞ。それで耐えられなくなって冒険団を辞めたんだ。後になってからベニー冒険団の悪い噂を知ったよ。それは分かってる。確かに全部ベネットのせいにするべきじゃない。まあまあ過去のことなんだし、そんなことを掘り返しても気分悪くなるだけだろ。そのロイス、俺からも謝るよ。俺の体質でお前に迷惑をかけた。別に謝らなくていい。俺にも悪いところはあった。そうだ、もう一つ言わなきゃいけないことがあるんだ。入ってきた扉が閉まっちゃってな、開けられそうにないんだよ。だから今俺たちは閉じ込められてるってわけだ。いやー参った参った。ベーネット、ああもうやっぱりお前と一緒にいるとろくなことがない。でも仕方ないじゃないか。ごめん。どうするんだよ、こっちはもう食料が尽きてるんだぞ。俺ロイスは今日お前のせいでここで死ぬんだ。そのどう謝ればいいかわからないけど、よかったら俺たちが持ってきた食料を分けてやるよ。もちろん一緒に来たお前の同意が必要だけど、いいか。いいだろう、ちょうど腹が減ってたところだ。ありがたくいただこう。これがお前たちが持ってきた食料か。なんだかちょっと変じゃないか。大丈夫さ、ずっと旅人が持ってたんだ。俺の悪い運は映ってないはずだぜ。そうなのか。まあ今はそんなこと気にしている場合じゃないか。早速食べよう。この味、この食感、腹の中が熱くなって、ベネット、どうしたんだロイス。ここは思って、もしかしてよく見たあの層だよな。じゃああの層、やっぱりな。あ、本当だ。そういえばもう一回操作して。あれ動かない。まあ現状は、でもこんなのいつものくそ。おい、今の聞こえた。さっき開いた扉の向こう、早く行ってみよう。見ろ、服装からして冒険者みたいだぞ。こんにちは。ベネット、ロイス、なんまたお前に会っ、こんなに運が悪いなんて。それはそうだろうな、お前がいるだけで冒険がうまくいかないんだよ。誰だお前。喧嘩しない、紹介するよ。友達、まあいい。でも実際俺だけど、お前の冒険、もうそれに後になってからベニー冒険団の悪い噂を知ったよ。あの時は自分の身の安全のことしか考えられなかったんだ。でも仕方ないだろう。まあな、過去のことな。そのロイス、別に謝らなくていい。俺に、そうだ、もう一つ言わなきゃいけないことがあるんだ。はい、だから今俺たちは閉じ込められてる。ベーネット、ああいい。どうするんだよ、俺
その、もちろん、でも実際俺の体質のせいで。それって俺自身が一番不幸だから、もっと自分の体のことを考えて行動した方がいいって意味か。お前の言う通りだな。でも俺はずっとこの考え方でやってきたんだ。お前に言われて初めて自分を大切にしていないことに気づいたよ。悪いロイス、全部はあげられない。半分だけでもいいか。ふん、そんな食料別にいらないさ。どうせお前の不運が映ってるんだろ。それと外に続く道を一緒に探すのもごめんだ。ベネットについていったら見つかる出口も見つからなくなる。そうか、じゃあ気をつけてロイス。ふん、お前もな。うわあ、危ない。まさか罠があるとは。これも違う。本当についてない。この付近で調べられる場所は全部調べたな。はあ、やっぱり何も手がかりがない。あの壊れた装置以外本当にもう出る方法はないのか。唯一の希望は助けが来てくれる可能性があるくらいか。冒険者協会が俺たちの失踪に気づいて救助に来てくれるかもしれない。でもそれも運次第だ。もし救助がなかなか来なかったら、下手するとその頃にはもう、はあ、こうして死を待つだけで何もできないなんて嫌な感じだぜ。ああ、確かにネガティブに考えすぎた。こんなんじゃダメだ、俺らしくない。そうだ、食料を確認しておこう。どれくらい持つか知っておく必要がある。持ってきた料理を見てみようぜ。今言うのもなんだけど、この料理なんか変だぞ。俺の作り方が間違ってたのか。そんな、俺たちの唯一の食料が、やばいぞ。もっと慎重に作るべきだった。いや待てよ、もしかしたら役に立つかもしれない。それがな、昔絶体絶命のピンチに陥って気絶したことがあるんだ。その時はもうダメかと思ったんだが、けど後になって助けてくれたサイリス会長に話を聞くと、予想だにしないことが起こっていたんだ。俺が意識を失っている間、不運体質が嘘のように消えていたらしい。俺をモンドへ連れ帰るまで何も起きなかったそうなんだ。他にもある。雷雨が降る野外で気絶した時も一晩中雷に打たれなかった。もしかしたら俺の不運って俺が目覚めてる時だけなのかもしれない。犠牲だなんて大げさだな。ただこの変な料理を食べればきっと気絶するだろう。そしたら俺の不運が消えて救助が駆けつけてくれるかも。大丈夫さ、お前とロイスに迷惑をかけるよりはマシだ。お前が言ったことも分かってる。自分を大切にしろっていうの。でもこれは生死に関わることなんだ。許してくれ。いただきます。